クートン突破。捕まえたぞ。面白い手品だ。次は何を出す？ハトか。僕ヘビしか出せないけど、どうやってこの砂鉄を自在に動かすんだい？これは父上から直々に教わった術。そう、まあどっちでもいいけどね。出た、構えたち。無駄だ。先鋭乱者種まさに鉄壁だね。でもこれはどうかな。先鋭邪祖いけたと思ったのによ。今の奇襲が通用しないなんて。今まで一歩も動かなかった君が分身を使うなんてね。少しは驚いてくれたかな。ああ、だが父上はこういう状況だからこそ油断するなと。新規には俺の全てを仕込んだ。あいつの実力はまだこんなもんじゃない。もっと見せてくれ、お前の力を。蛇に勝つ。さっきの攻撃でお前に砂鉄のマーキングをつけた。回避不能の槍がお前を貫く。この人に勝つには千人かしか。そう、それは良かったわ。でもその中忍試験であなたの本当の力を見せちゃダメよ。見せたらあなたはそこにいられなくなる。うん、分かってる。さあ見せてみろ、あの力を。参った。美月君、今なんて？降参します。勝者、砂隠れ新規。なんだ、どうしたんだよ美月は。貴様、なぜ。僕はまだここにいたいから。それに比べたらどっちでもいいんだよ、勝敗なんて。これ以上戦うと親に迷惑がかかるかもしれないからね。まあ本気を出しても勝てるかどうかわからなかったけどね。何やってんだよ美月。どっかやられたの？ごめん。はあ？いや違うな、これからもよろしくかな。どうしたんだあいつ。